ベンサムによるパノプティコンの構想図パノプティコン型刑務所の例。旧プレシディオモデーロプレシディオモデーロの内部監視方法パノプティコン、もしくはパンオプティコンは翻訳すれば全展望監視システムのこと。オール、すべてをオブザーブ、見るという意味である。イギリスの哲学者ジェレミ・ベンサムが弟サミュエルにしさを受け設計した刑務所その他施設の構想であり、その詳細が記された。 パノプティコンが1791年に刊行されている。功利主義者であったベンサムは、社会の幸福の極大化を見込むには、犯罪者や貧困者層の幸福を底上げすることが寛容であると考えていた。ベンサムの功利主義的な姿勢はパノプティコンにも反映され、ベンサムの考える限りにおいて、運営の経済性と収容者の福祉が最大限に両立されている。ベンサムは、 犯罪者を向上的な監視下に置けば、彼らに生産的労働習慣を身につけさせられると主張していた。パノプティコンは、円形に配置された収容者の個室が多層式監視等に面するよう設計されており、ブラインドなどによって収容者たちにはお互いの姿や監視が見えなかった一方で、監視はその位置からすべての収容者を監視することができた。 パノプティコンは民間に委託される予定だった施設であり、少ない運営者でもって多数の収容者を監督することが構想されている。ベンサムの構想では収容者には職業選択の自由が与えられることになっていて、景気終了後も社会復帰のために体の安全が確保され構成するまでこの施設で労働することができる。パノプティコンは単なる刑務所ではなく、 社会に不幸をもたらす犯罪者を自力で構成させるための教育、改造するためのシステムだった。生前のベンサムは、当時のイギリスの非人道的な刑務所事情に心を痛め、パノプティコンの建設に異様なほど力を入れており、父の遺産の一部で模型まで作り、英国議会に強く働きかけた。1816年、ミルバンクで開設されたイングランド国立監獄の 発想に影響を与えたものの、国立監獄そのものの実現は、ついにかなわなかった。最初のパノプティコン型刑務所の建設はアメリカで建設され、この施設の設計思想は、刑務所のほか、後に学校や病院や工場などの施設に応用されることが意図されていた。マザス監獄や連の中央監獄などに代表される19世紀、フランスの監獄建築で、 国防に収監された囚人がいつ、監修に監視されているか、いないのかわからないままに、すべての方向から監視されているという監獄建築。ミシェル・フーコーが、監獄の誕生監視と、処罰で、それを転用して、社会のシステムとして、管理、統制された環境の比喩として用いた。日本での監獄、刑務所のシステムは、明治時代に、フランスを手本として構築されたため、 風光が指して言っているパノプティコン監獄のモデルは犬山市の博物館明治村にある金沢監獄にも小規模ながら伺い知ることができる。博物館網走監獄の古翼放射状平屋射房もパノプティコンを念頭に置いたものである。ありがとうございます。